こんにちは、コバーボナージャーの矢です。ボナーボナー、はい、本日もね、プロ野球スプリッツエースやっていきましょうということでね、本日はこちら、はい、こちらですね、期間限定のスカウト、1月4日から来てるやつですね。ノーマルスカウトで C ランク以上確定、1回戦スカウトポイントで C ランク以上の選手が獲得できるスカウトと、運が良ければ S ランク A ランクが登場するかもということで、これ僕が動画上げる前にもう何回か引いたことあるんですけど、基本 C しか出ないんですよね。 B と A もちょいちょい、まあ、A はほぼ僕はもう引いたことないんですけど、まあ、ね、S ランクなんか出ねえだろうと思って Twitter をちょっと見てたら、 S ランクの選手当ててる人とかいて、あ、本当に当たるんだと思って、でですね、今回、スカウトポイントが、15万ポイントあるので150連回していきたいと思います。まあ、基本的に100回まで引いて、まあ、確率が大体出ると思うんで、あとの50連はその確率をね、超えて、150連でね、S ランク選手が1人でも出た瞬間勝ち確定っていうね、まあ、ほぼないと思いますけど、まあね、せっかくなんで動画にしてるんでね、出てくれたらいいなと思います。本当に出るんすかね、 S ランク。コメント欄とかで S ランク出た人がねいたら、コメントしてくれると嬉しいです。まあまだ引く前なんですけど、はい、じゃあ、そんな長々とね話している内容ではないと思うので早速いきたいと思います。150連なんで結構ちょっと長くなるかもしれないんですけど、お付き合いください。はい、では10連目いきます。はい、 OK、 光ってっけどな。お、これ A だっけ。A ランクですね。確定でしたっけ。全然覚えてないですね。まだ未だに。申し訳ないっす。うえい、勝ちやん。ああ、なるほどね。C ランクはオールスキップされるんだ。すごいじゃん。いきなり A ランク出ましたね。上沢選手。上沢選手も今年はすごい活躍されてましたね。実際わかんないけど、もう勝ちなんじゃないですか、これって。A ランクもあんま出ない気がしますね。忘れてましたね。これは、まあ、B ランク以上だけ出るということで。まあ、結構じゃ時短になりますかね。20連目いきたいと思います。ほいほいと。よいしょ。なんか、毎回 B ランク以上は出んのかな？この画面が随分長い動画になっちゃうかもしれないですね。よいしょ。おー、 B ランク終わりかな。お、神じゃない、こんなに A ランク出んのこのスカウトって、すごっ。 A ランク梶谷選手来ましたね。今20連中で2回も A 来てますよ。はい、30連目いきたいと思います。どうだろう。あ、なんもなさそう。あー、長打で逆転がなかったわ。うわー、これなさそうっすね、これは。お、来た来た。大山選手 A だったら嬉しかった。あー、 B 選手2人、はい、多分これが多分平常運転なんだよね、きっとね。あと、ちなみにですね、ちょっと聞きたいんですけど、基本的に僕 C ランクの選手は全員、まあ、C ランクの選手は全員経験値にも即変換します。 B ランクは特訓用の餌とかにしてるんですけど、で自チームの B ランクの選手だけちょっとチャレンジカップ用で育てたりはしてるんですけど、その使い方って合ってるんですかね。 B ランク A ランクの選手の使い方のおすすめなんかあったらぜひね、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。まだまだね、多分きっと見てる中にも初心者の人がいるんでね、楽しんでやれたらいいなと思います。ということで40連目いきたいと思います。先は長い。あー、ダメっすねこれ、多分これダメだな。もうなんもないわ。はい、あ、まず、お、 B ランクの選手は一番出ましたね、3人。はい、50連目いきたいと思います。あー、ダメだ。最初だけ運良かったからな。ダメですね、これこのまま来ますね。B
の選手はやっぱちょいちょい出るっぽいですね。鈴木誠也選手と筒香選手のラインナップはすごいんだけどな。今50連まで引いて A ランクの選手が2人、 B ランクの選手が10人、 C ランクの選手が、38人という結果になってますね。まあどうなることでしょう。100連まで、とりあえずバーっていっちゃいたいと思います。はい、60連目、もう一回演出来てほしいな。やっぱ押しちゃったと思ったけど誰もいないとこうなるんだ。誰もいなかった、残念。全変換、これ B とか A だったのめっちゃ強い選手出てんだけどな。さよなら。はい、70連目いきたいと思います。よいしょ。お、これでもう B 選手確定なのかな。さっきスキップ押しちゃったのかな、どうなんだろう、分かんなかったな。どうだ。はい、峰選手、伊藤選手、ベイスターズもね。あー、出ないっすね。まあこれが現実だね多分。はい、行きます。80連目かな。はーい、 B ばっかだなー。はい、うわー、ビーラー選手1人ですね。 C ランクのニューの選手多いな。はい、90連目いきたいと思います。おーい、調子くんで喜ぶんじゃないよ、まったく。うわー、渋いですね。はい、ヨーカー選手、はい、1人かい、厳しい戦いですよこれは。はい、次で100連目ですね。これでちょっと100連までの確率を後で出しますね。はい、100連目いきたいと思います。おーい、出ねー。ういう、うい、2人かー、出ないっすなー。岡本選手の C めっちゃ出るな。はい、というわけで100連まで引いたんですけど、今のところ A の選手が2人、 B の選手が、16人、 C の選手が82人。まあほぼ C ですよね。まあそれそうだろっていう話なんですけど、あ、やっぱ S ランクとか当ててる人はほんとよほど運がいいんでしょうねこれは。ということで、まあ確率的には8割強を C ランクが出るということで、残り50連もね、ちょっとどんぐらい確率にね、乗っ取っていけるのかやっていきたいと思います。はい、じゃあ110連目いきます。うん、出ました、このパターン0です、 B ランク。はい、120連目いきたいと思います。 A ランクぐらいもうそろそろ欲しいな。それはわがままですかね。誰でも欲しいもんは欲しいと思うんですけどね。 B っすなぁ、これは。一辺投手、三島投手、2人かぁ、2人かぁ、なかなかに厳しい。厳しいというか当たり前か。はい、130連目いきます。わー、 A ランクの確定演出も全然来ないな、もう。わーい、茂木選手、わー、1人っすね。ここもうちょっとなんかね、見せ場が欲しい、見せ場が欲しい。出落ち感がすごい今のところ。140連目いきたいと思います。頼むぞ。渋いぞー。はい、渡辺直人選手、福殿選手の2人だけです。うわー、もう終わっちまうぜこの動画が。はい、ラストになってしまいました。ここまで、100連以降の40連は、B の選手が5人で C の選手が35人、だからこっちもさっきの100連よりは B の選手が出てるな、 C の選手より。はい、ではね、ラスト10連、いきたいと思います。頼む、せめて A ランクを。
顔を見させておくれ。頼む。終わった終わった。うわー、一人だー、終わっちまったー。はい、ということで150連回してみた結果、 A ランクの選手2人、 B ランクの選手22人、 C ランクの選手126人という結果になりました。確率で言うと A ランクが約 1.3%、B ランクが約 14.6%、 C ランクが 84% という結果になりました。1月8日までかなの、イベントになっていて、まあ引くか引かないかって迷ってる人もいると思うので、ぜひね、この数字が、まあ150連までのね間なんですけど、一応実際に引いてみた結果なのでね、よかったら参考にしてみてください。多分 C ランクが 85% ぐらい出るのかな。で、まあ A と S はもう運ですね、多分。確率というかもう出る出ないは運だと思います。最初の2連チャンで出ちゃったんで、ちょっと出落ち感が否めないっちゃ否めないですけど、まあ多分皆さんもね引いて運が良かったら A ランク S ランク出るんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。で、登録欄の横の通知ボタン押していただけると、動画があった際にすぐに通知が飛んでいくと思うので、ぜひそちらもよろしくお願いします。プロスピの動画まだまだ頑張っていきたいと思います。ぜひ高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。